皆さんこんにちはどうもせっかくのお休みのところわざわざお越しくださいましてどうもありがとうございますえっと先ほどの片田先生のお話がもう大変感動的で先生のご尽力がどれほどあったかということもさることながらやはり命の重みとか家族の絆とか愛の重みとかそういうことを聞いた後で愛のもつれとは何事だというタイトル自体がですねもう許されないという感じなんですけどはい <laughs> このタイトルを見ましたときに私の同じ国文化の同僚の長嶋弘明先生が「 高木さん、愛はね、もつれないんだよ。もつれるのはね、地上なんだよって言われて。まあ、長島先生、近世文学が専門ですからね。ああ、そうか、地上のもつれっていうタイトルにするべきだったかなと思って、ふと考えた時に平安文学に地上のもつれってあったっけって、それはないよなと思いましたら、ちょっともつれっていう言葉を調べてみたくなりました。今日はそこからお話を始めたいと思います。 あ、よかった。私ね今日が初めてのパワポであの今日パワポが使えるかどうかが一番心配なんですけどはい。 いししたらお許しくださいね、えー「もつれとは何か」というので一応あの国文学研究者でですので辞書を引きました、えー、日本国語大辞典というね、えー、国語辞典ですけれども「まあ、もつれ」というので、えー「もつれることそのものもめごとごたごた混乱」というような、えー、訳がついております絡まりあって解けなくなるとか、まあ、動詞の方ではそういう説明がついているんですけれどもところがですね平安時代の文献を見ていて「もつれ」とか「もつる」とかっていうまあ古語でいうと「もつる」なんですけど とととといいいうう事例をどうもあんんままり見たたここがないなな思いましたらこのの日日本国語大事典の要例は、えー、日報辞書とか、えー、才なんですよねですからもう江戸期に入っていて、まあ、それより遡る事例がないということにはならないんでしょうけれどもどうも平安時代の文献にバンバン出てくるような言葉ではないでほとんどなかったかもしれないということがやはり分かりましたでそうなってみますとこれは、えー、言葉がないということはどういうことかと。 厳密な意味で平安時代はもつれもつるということはなかった。 ということになるんですねでこれはあの私にこのお仕事を依頼して私みたいなものがですねこんな安田講でお話をさせていただくっていうのは大変光栄なことなんですけれど多分私に期待されたのは、えー、平安文学特に「源氏物語」を中心に研究をしているものですから、えー、そういうものだったらもつれの専門家だろうともつれの話をしてくれというふうにあの思われてお仕事を頂戴したんだと思うんですけど平安文学にはもつれがないって言ったらこれはなんか詐欺みたいなものですよね。でも 今日はそういううううういい話をししよよかなとにううに思うように至りましたつまり言葉がないんだからもつれてないんじゃないかということなんですね。でじゃあなぜもつれが期待されにもかかわらずもつれがないということになっているのかとそこをまあ私なりにちょっと今まで全然考えたことがなかったんですけれども考えてみました。 すると、えー、どうも平和時代のこう男,男女の関係というのはですね、まあ、一夫多妻だって一般によく言われていまして複数の女性に男性が関わる社会であると当然そこにはさまざまな揉め事やごたごた先ほどのねもつれの辞書的な解釈でいうところのごたごたがあるだろうということが、まあ、期待されているんでしょう。 えー、しかしながらですね少しこう勉強していきますと、えー、たくさん妻がいるんだけれどもそれは対等な関係ではなくて、えー、どうも妻の間には階級的なこう上下関係があると有力な妻、まあ、正妻と、えー、そこには至らない第二夫人第三夫人以下、まあ、きちんと順番が決まっていたかどうかまでは,はっきりしませんけれどもどうやらこう妻複数の妻は対等ではなくて、まあ、最小と言われる1人の妻とまあ何人かの小 えー、つまり、えー、まある女性というう集団のようなんですねでそうなってみますと、えー、ここでこう対等じゃない関係の間でそのいわゆる嫉妬とか妬みとか、えー、いざこざとかっていうものがどのくらい起こっていたのか。 これ現実にどのくらい起こっていたのかということは私は全く存じませんあの当時の社会に生きているわけではないのでただあの書かれたあの文学というテクストを通して当時の社会の片りを見ているだけですからしかしその中にと、えー、書かれていることは当時の社会の何らかの反映だとすると例えば「源氏物語」ではですね、えーまあ、紫の絵という女性がいます光源氏という源氏物語の主人公公、まあ、色な主人公として知られていますけれどもこの人に、まあ、とてもとても。 寵愛された人ですけれども光源氏がまあえー、子供を成してしまう赤種の君という人にはまあ、嫉妬をしますただしこの人は紫の上にとっては身分の低い人なんですねで身分の低い女性が、えー、予想以上に光源氏の寵愛を受けているということに対してまあ、嫉妬をしているという状態ですで一方、えー、自分よりも身分の高い朝顔の姫君や女さんの宮 といった、えー、そういう格の高い女性に対しては、嫉妬することすらできない。あるいは嫉妬したって勝ち目がない。まあ、そういう関係に入っていくわけです。で、ここでその、えー、身分関係、身分の上下関係というものが、えー、彼女たちの行動や思考をかなり大きく規制しているということがまあわかるわけです。で、しかもですね、えー、平安朝の文学そのものはですね、当時の現実ではもちろんありません。 で当時の現実でないところのまあ典型というのはやっぱり物語に書かれるあるいは日記に書かれるこれは物語でも日記でも歌集でもそうですけれども書かれるテクスト文字テクストの中には書く表現のののための形というのがまあ,あるわけですねでその表現の型ということを考えたときに実は物語などでは和歌をやり取りする贈答歌というのがこう場面の中心一番クライマックスに置かれることが多くて。 でまあ、そういうものがクライマックスにあるということは、実は一対一の関係が人間関係の基本であるということが挙げられます。でこれをあの物語の中で説明をしていきますと、例えば伊勢物語ですと、えー、まあ男女二人の間のやりとりが基本で、 まあ両方の歌が載ってる場合も載らない場合もあるんですけれども、えー、有原の成平を思わせるまあ主人公の男、まあ、これ必ずしも成平の実在の実像ではなくてですね、えー、まあフィクションの中の成平なんですけれども、まあ、その昔男と呼ばれる人がた,たくさんの女性と向き合う。 というそれぞれ短いエピソードに分かれているんですけれどもじゃあその個々のエピソードを超えてその女性たちが相互に関わるような物語があるかっていうとまあほとんどないわけですね。 でまあ、これを非常に大きく、まあ、踏襲している「源氏物語」を見ますと実は光源氏はこうたくさんの女性と関わっていて最、まあ、小同居とも言えるような六条院というような広大な屋敷に、まあ、春夏秋冬の町を作ってそこにあの、まあ、それぞれ女性を住まわせるという、まあ、ある意味非常にハーレムみたいなです、ね、世界を作ってしまうわけですけれどもじゃあその女性たちの間でいざこざが起こるかっていうといざこざが起こっては困るあるいはいざこざを起こさないことこそ が美しいという価値観に完全に占められているんですねで、そもそも非常にその個々の女性同士が直接的に対話するようなシーンというのが限られているやっぱり光源氏と女性光源氏と a の女性 b の女性というふうにそれぞれが向き合っていくっていうのが基本形であると でまあ、そういうことから考えるといわゆる私たちが想像するような三角関係のもつれみたいなものは意外に物語の表層には出てこないということになりますで出てこないと言ったらあのなんだか言い過ぎで実はまあ,あの三角関係の話二人の男を巡る巡って悩む女の話とか二人の女性を巡る一人の男の話とかこういうのは平安時代の物語の実は典型なんですけれどもにもかかわらず 変わらずドロドロとした三者の揉め事みたいなものは実はあまり描かれないそれがまあ平安文学の実際の姿なんですねです、まあ、そういう意味では後で取り上げますけれども源氏物語の中で比較的早い方の物語で六条の見やすころと青井の上という、まあ、光源氏に関わる二人の女性がまあ車争いというようなあの割合壮絶なこう、えー、激突をする場面というのは案外例外的なものではないかと いうふうふに感じます。そういう意味ではもつれは表面化しない物語ということになるかと思います。はい えー、それではですねなんか高校の古文の授業みたいになるのはいかがなものかと思うんですけれどもそしてあのお手元の資料はですね A4 で1枚しか配っちゃいけないっていうふうに言われていてあの実,実に文字が小さくなっていて本当に申し訳ないので一応前に古文の方は映りますですからあのスクリーンでご覧いただく方がもしかしたらこの場ではあの皆さんの目にはお楽かもしれませんただ役分までスクリーンに載せる余裕がなかったのであのお家にお帰りになって もしかしたら拡大コピーでもしてご覧になられたらいいかと思います。で今日はあの6つの場面あの作品1つの作品の説明をするということではなくて6つの場面を通してこうもつれの書層を見ていくというような仕立てにしてみました。最初にその歌を 人の代わりに作るということを取り上げて、まあ、それがどういうもつれにつながるかという話で2つのお話それから今言ったようなまあ三角関係が取り上げられているお話を3つ、まあ、あと大体三角関係絡みなんですけれどもそれがどういうふうに物語の中に切り出されているかということでお話を進めていきたいと思います。まず1つ目です。 えとお手元のプリントの一番というのと、まあ、一応同じ内容になっていますけれども、まあ、あの簡単に作品の解説を話の枕に置きながら進めておきたいと思います。原樹物語と先ほどもお話ししましたけれども平安中期の長編物語で一応紫式部が作者だと言われておりまして、まあ、現在54巻あるという物語でございます。えー、光のの恋愛歴の 物語と知られていまして、まあ、人によってはエロ本だと思っている人もいるかもしれませんけど全然エロチックなことが書かれていなくてあのむしろ非常に風流だったりあの雅だったり、えー、まあ大事な、まあ、エッチなことを知りたくて読む人には本当に期待外れの何にも書いてない本ですね。 でまあ、その中でですね、まあ、光源氏って一応高色な物語の主人公でかっこいい人スーパーマンなんですねですからあのいつでも成功してるかっていうと案外失敗の話が多くてまて、あ、その中で最も滑稽なお話として末花ののといいうのがございますでそれはあの若い光源氏が、まあ、亡くなった宮家の姫君ですね常陸宮の姫君の噂を聞いて、まあ、求愛をするけれども姫君から全然こう色良い返事がないと。 でこれはどうしたことかと思うとどうも、えー、自分の非常に身近なです、ね、党の中将も求愛しているとであっちの方があの本命なのかというようなライバル心を持ちまして、えー、ちょっとまあそういうライバル心にかきたてられて訪、えー、ねていって求愛をして、えー、実事に及んでしまうというなんか不謹慎な話すいませんね私は教室でこういう実事に及ぶとかいうことをしばしば口にしているのでもうそれだけでセクハラ教員で訴えられそうな授業なんですけれども。<ー>はい えー、ところがですねまあそ,のそういうふうになったのはなぜかっていうとって私のことじゃないですよ光源氏がですよ。光源氏が末摘花のところに、まあ、関係を持つに至ったのはなぜかというと、えー、それは末摘花の女房の侍従があうまく取り成したからだと。 実際に姫君は歌も読めないぶちゃいくな私は非常に共感するんですけれども、えー、この末摘花ちゃんという人ね、はい、不器用で不細工で歌も読めないという人でございます。はい、さてその求愛の場面ですね求婚の場面です。光源氏も末摘花のお屋敷に訪ねていって、えー、少し、えー、近づいてお話をして中に入れてくださいよと、まあ、言わんばかりのシーンでございます。歌かかかららですからちょっと読みにくいかもしれません いくそたび君がしじまに負けぬらいものないいそと言わぬ頼みに、のたまいも捨ててよかしたまだつき苦るしとのたも、まね。一体何度あなたの沈黙に負けてしまっているのかと、ね。もうこれ以上物を言わないでくださいと言われないのだけを当てにしてと。あてにしてと言いながらも、もう嫌いなら嫌いだって言ってくれと。このままなんじゃ辛いというふうにまあ言います。すると、えー 女君の恩目のとご自従とて流行りかなるはこうどいと心もとの肩いたしと思えて差し寄りで聞く言うこれ姫君がまあ結果的にはですね反応できないというか反応する能力がなかったということでえそばにいた侍従がず,ずっとこうこれどっちのそばによるかっていうと姫君のそばによるわけですねで多分そうだと思うんですねそれは後でわかるわけですけど「金尽きて閉じめんことはさすがにて答えもうあかつはやなき カカカンカンカンと金をついてもう終わりですよっていうのはやっぱりそうは言ってもちょっとなんだと思うんですけれどかといってまあどう答えていいかっていうとこれもまたえなかなかえ困ったものですというようなことを言ってえ若々しい声で「ことに思いかならぬ」を人づてには洗うように聞こえなせばなすっていうのはまあ演技なわけですね。わざわざそのように振る舞ったと。 伝言ではないようにご本人の言葉であるように振る舞って答えとすると「ほどよりは甘えて」と聞きたまえと身分よりこう軽々しいんじゃないかというふうに感じたんだけれども源氏は「珍しきがなかなか口ふたがる技かなとめったにいただけないお返事を頂戴したので、えー、源氏としてもまあちょっとびっくりもしまた嬉しいと思ったというようなことなんだと思うんですね。 でまあ、ここではですね光源氏はまあ,あそのスエ花ご本人が歌を読んでいると思っているしかし実際には末エむ花ではないその、えー、屋敷に仕えている侍、まあ、女である侍従という呼ばれる女房が歌を読んでいるという状況ですねでそのことにまあ騙されて光源氏は結局この姫君と関係を持ちかなり後になってその姫君が相当ブサイクな女性だということが分かり 大変失望するんだけれどもしかしまあ一度関わった女性だから最後まで面倒を見ようというので、まあ、末永くあの生活の面倒だけはちゃんと見るというようなまあ話になっていきます。 でここでまあ何らかのもつれがあるとすればですねそれはまあ光源氏が一杯食わされたっていう、まあ、比較的かわいいご毒のもつれだと思いますね。でこれはあのよくあることでつまり当時の姫君たちというのはですねどうもある,あるいは姫君たちだけでなくて私たちのような個の感覚というのがなくて。 例えば光源氏からこう送られた文をその家の者がみんなで見ているっていうような環境つまり子と子の対立ではなくて子があるいは家と家の向き合い方っていうんですかね家として光源氏の求愛を受けているだから総力を結集してその光源氏の増加に応えていく。 っていうようよなのたぶんこの当時のごく常識的な、まあ、求婚を受けるとが時の女性の側の家の対応の方法だった。 というふうふに思われますですからまあその意味ではですね別に末摘む花にとが,があの罪とがあるというようなことではなくてしばしば起こりうる状況代わりに誰かがて体裁をよく作って答えたところが、まあ、光源氏の場合はこの人がまあ身分の高い女性であるとか今まで歌を返してもらえなかったとか遠の中将がライバルでいるとか、まあ、そういういくつかの条件が重なって、まあ、ご本人の歌だとご読してしまって関係を結んだ結果まあことが えー、失敗に終わってしまったと、まあ、こういうお話なんだろうと思います、えー、次の場面に参ります、えー、こちら泉式部日記ですね 和泉式部日記、これはあのまた平安中期、まあ、源氏物語の成立とまあ時をあまり隔てない同じ頃のかな日記文学ですけれども、えー、日記といってもまあかなり物語的な感じで書かれているものです。和泉式部という女性とまあ天皇家の皇、えーまあ、子で,である渥美親王とのまあ恋の贈答家を中心としたものです。 でまあ、最初のところではですね2人の出会いのきっかけというのは亡くなった厚通親王のお兄さんが求婚をしあの、えっと、あこの為高親王っていうんですけどねそのお兄さんの方と和、まあ、泉式部が恋愛関係にあった。 でそのお兄さんが亡くなってしまったとき、そのお兄さんへの追憶の気持ちから厚み地神農と共感を深めて、まあ行為が始まっていくという形になってます。これは史実かどうかはあのい,いろんな説がありますけれども、一応も、えー、日記の中ではそのような説明になっています。でまあ一年弱の交際の後、と泉式部が宮の屋敷に引き取られることで、えー、結果あまあ,あ終わって 終わるというか、まあ恋愛関係から多分宮家に仕える次女、女房になっていくっていうことなんですね。えー、対等な関係じゃないので妻になる人ではなくて、えー、使用人として宮家に引き取られたということだと思います。 でこれから読む2番目の場面はどういう場面かといいますと、えー、これはなかなかね <laughs>、えー、なんか先ほどの,あの本当にあの心温まる崇高なお話からするとただれた話なんですけれども、えー、そちの宮がです、ね、旅立つ自分のこれ愛人ですねはっきり言えばね愛人の女性に、えーまあ、お別れの歌を送りたいとでそれを代わりに作ってくれというふうに和泉式部に頼むと。 自分の愛人への手紙を別の愛人に代わりに作れと頼むとこういう話ですよね。でそれであの実際それを受けて、えー、こう書いたというのがまあこれが伊豆美しき部の返事です。でここには歌が2首ありましてまあ1首目はその頼まれた依頼の歌ね、えーえー、おしまるる涙に影は止まらない心も知らず秋は行くともとね。えー これはどちらですか、ねえー、まあ多分あなたの旅立ちが惜しまれるうー私の涙の中にということですかねあなたの面影がとどまってほしいとあなたは私の心も知らないで秋秋っていうのは人の心が飽きるっていうか私に飽きるっていう意味をかけてますからあなたは私に飽きて去っていくとしても とといいいううような意味合いだと思いますね。まあ、ちょっと誰の行為で誰の涙だったり誰の影だったりっていうのがこう歌の中では限定されてないのであるいは他の解釈も可能なのかもしれませんけれどもでそういう歌をまあ作るわけですねところがあのまめ、あ、やかには片腹いライだことにもはべるかな、えー、真面目に考えるととてもじゃないけど見ちゃいられませんわっていう。 まあやってられませんんわということなんでしょうねでその歌のこれは多分紙の、まあ、真ん中にこの依頼された歌を置いて端っこに自分の気持ちを書き添える書き添えざるをえないというか何か一言言わないととてもこれ返せないわっていう気持ちがやっぱり泉式部の中にあるわけですね。いくら身分が違うと言っても許せないっていうものがあるそれがこの2周目の歌に表されています。 君を起きていぞちゆくらん我らにも雨季世の中に強いてこそ触れあなたを置いて一体どこに行くんでしょうねその女性は私でさえもこの雨季世の中の世の中というのは多分あなたとの関係つらいあなたとの関係にちょっと無理をしてここにとどまって過ごしておりますのにというふうにまあ答えています。 まあここであの私に何でこういう歌を作らせるのひどいじゃないのっていう恨み事が来る方が私たちには現代人の私たちには分かりやすいんですけれどもこれがないっていうことはやっぱりこう、えー、こういう歌を作らされても、えー、嫌だとは言えないところに泉式部と宮の関係があるつまり身分違いの間柄であるから多分この旅立つ女性の方が泉式部より身分が高いんだと思いますけれども。 そういう、まあ、自分よりより上位の人たちの関係に自分は黒子として参加していくそれが自分の立場なんだということをあらかじめ理解した答え方なのではなかろうかと思います。そのように考えると非常にねあのこう現代の全くこういろんな意味で平等化した社会の中では、えー、非常に切ない人間関係を生きているということになるわけですけれど。 しかしよく考えますとこれはですね、えー、ただ切ないというだけでは済まされないもうちょっとこう奥深いものがあるだろうとでこ,の物あのこの日記の中にはその相手の女性がどういう人で、えー、どう思ったかなんてことは一切書かれてないんですねで日記だから仕方がないっていうことだけではなくて多分相手の女性の気持ちを書くことには全く興味がないんでしょう。 で多分こうやって泉式部が作った歌をおそらく宮は自分の筆跡で改めて書き直して女にあの自分の愛人に去っていく愛人に文として送るわけですねそうした時にその手紙を宮の手紙を受け取った、えー、女はおそらくこれはあ厚道親王の,自分,の自分で作った歌だというふうに思っているんじゃないでしょうか思ってくれるんじゃないでしょうか。 もしそうだとしたら泉式部にとってはそれはなかなかちょっと陰微な喜びかもしれないんですよね。ねつまり宮と私はほとんど一体で宮の黒子のように私は張り付いていてあちらの女性を一緒に騙しているのよということになりますよね。多分こういうところに、まあ、何らかののの水面下の心のもつれみたいなものがこう潜められながら 表層はこうやって美しい歌を一首送ってさよならをするというような文化なんだというふうに考えられます。で、どうも平安時代の文献こうやって物語などを読んでいると、こう派手な感情を露骨に示すのが特に高貴な身分の女性にとっては非常にはしたないことで、まあそれは表層はですね、えー、実になだらかに穏やかに人に接していく。 えー、その一方で、えー、心の真相に、えー、こうした小さな自負心とか小さな苛立ちとかを、えー、別の形でこうガス抜きをして、まあ、こういうね「君を起きて」というもう一種で、えー、ガス抜きをしてあるいは宮との連帯をこう、えー、求めていくとかそして多分そのことが、えー、きっかけになってこの二人はですねここから急速にやっぱり、えー、仲が良くなるんですよね。 というような関係を見ていきますと、まあ単にバカにされて題作させられているというふうにはとても言えないだろうというふうなところでございます。はい、では次に参ります。はい。 さて、えー、ここからだんだん三角関係のやや複雑な話になりますけれども伊勢物語のですね、えー、これ125段あるおおむねの、えー、さ最近残っている、まあ、あの活字になっている本などでは125段の仕立てになっているテクストですけれども、えーまあ0世紀、まあずみ式部日記や「源氏物語」よりもは早く成立している歌物語です。有原の成平を中心とした の歌を中心としたですね、まあ、一大気風の体裁なんですけれども決して成平の話だけではないとでこの24段という取り上げる商談はおそらく成平の話としてはあまり考えにくいですねまああのどこかの男女の、えー、出会いと別れの一コマみたいなお話になってます。 でこの24段の話というのは、まあ、あの心変わりして2人,の2人目の男と関わろうとする女性の話なんですけれども宮塚に出た夫が3年帰ってこないので別の男と会う約束をしたらその夜に限ってその夜,その,夜その日にかそのものに夫が帰ってくると。 いう話なんですね一、まあ、日早くとか <laughs> もっと後でとかどちらかに触れた方がいいんじゃないかっていうふうに、まあ、現実には思うわけですけど物語というのはそういう皮肉な仕立てが好きなようだという説明もできますしから3年ということに関してはこれはまあ説話的によく使われる数字だっていう言い方もされますまたあの平安時代のまあこれはあの離婚が成立自然に離婚が成立する時間 としてて法でで認められていた期間ですね消息が知れなくなって3年経ったらまあ自然に離婚等を認めてられるというような時間だったんだという説もあります。 でまあ、そうもしその説を取るとすれば、まあ、女側にとっては元の夫との関係を諦めて新しい人と関わるための時間が3年であり、えー、元の夫からするとこの3年目の日には絶対帰らないと結婚関係が消滅するという、まあ、そういう意味では大事なあの期限みたいなものだったのかもしれません。さて実際にに読んででみまますすす少し長いけけれども2つに分けますね場面ね 昔男、堅い中に住みけり、男、宮塚いしにとて別れをしみて雪に蹴るままに、見とせ小ざりければ待ちわびたりけるに、糸年頃に行ける人に、今宵会わんとちぎりたりけるに、この男来たりける。このと開けたまえと叩きけれど明けで歌を何読みて出したりける。改まの年の見とせを待ちわびて、ただ今宵こそに今暮らすと言い出したりければ、 あずさゆゆゆみみみまつき年を経て我がせしがことをわしみせよこういうふうに男が返したというこれがまあ前半部分なんですねで、まあ、そんなに難しくないので意味は大体お分かりかもしれませんが、えー、まあ田舎に住んでいた男が宮遣いだというので、まあ、夫婦のわ、えー、妻と別れを惜しんでしかし出かけていったと3年帰ってこないので、まあ、妻の方は待ちわびていたと、えー、そ,しそしてまあ熱心に求愛してくる人に、まあ、今夜 会おうと、ついに約束をしたその夜に、その洞爺にこの男が帰ってきたってうんです、ね。で、この戸を開けてくださいと、夫が叩くって、このあたりからだんだん私はよくわかんないんですね。この物語、何度読んでも、これはどういうことなんだろうと思うんですね。この戸を開けてくださいと、夫が叩くんだけど。女は戸を開けないんだと、そして歌を読んで、読み出した。って言うんですね。なんで戸を開けなかったのか。中に新しい男がいたのか。 もうあるいは関係を持っていたのかってこう思った時もあるんですけどそういう理由なのかどうかはちょっとそれもよくわからないんですねあたまのっていうのはまあ枕言葉です、えー、年の見とせ三年を待ちあびて今夜は新枕するんですまあ歌の言葉からすればもうしたんですっていう表現にはなってないんですけれどもあれやもうしているのかもしれませんそうを言って差し出したところ男は これもまた分かんないんですけれども「あずまゆみまゆみつきゆみ」っていうのは「ゆみ」に「えー、あずさ」「まゆ、あ、み」「つき」っていうのは、まあ、植物の「木の名前ですねですから「ゆみ」の材料を意味する、えー「木の名前を並べながらこれ全体が「助言葉になってて多分「つ、え、き、ー」月と年「月とし」「つき」「ひ」とか「とまあ月日とか年月とかっていう語呂でつながっている「助言葉なんだと思いますから、まあ、とりあえず置いときますけれども。 まあ、年を経て我が世志がごとを潤し見せよ長い歳月をかけて私がしてきたように潤し見せよ、まあ、これはあの多分「情愛を尽くしなさい」とか「ちゃんとしなさい」とか、えー、言ってるわけですね。で「ちゃんとしなさい」「情愛を尽くしなさい」っていうだけだったら私にちゃんと誠意を尽くしなさいって言ってるのかなというふうにも取れますし相手の男にそうしなさいって言ってるようにも見えますし。 3年来ないのに我が世氏がごととは何事だと私はあなたに誠意を尽くしてきたってあなたは3年も帰らないで多分音信不通だったんだと思いますよただ帰らなかっただけじゃなくてね、えー、それはどうしてなんだろうと疑問がどんどん湧いてくるんですねこれを読んでると。で次に行きます。はい とと言いていなんとしければ、ここで男は帰っていこうとしているので、えー、自分とちゃんと向き合いなさいって言ってるんじゃなくて新しい男とちゃんと向き合いなさいって言ってるんだなっていうことがわ、まあ、かります。すると女はですね「あずさゆみひけどひかねど昔より心は君によりにしもの」っていうこのあずさゆみっていうのは先ほどの男が送った「 ええー、あずさ弓、まゆみつ弓のあずさ弓を、まあ、受けているわけですね。で、この時代の、こう、歌のやり取りの中では。送られた歌の言葉を、まあ、丁寧に、こう、なぞる。あるいは、えー、形物、風景を共有する。ですね。って言うのが、まあ、相手に対する共感を示す、示し方。なんですね。だから、相手が読んで、あずさ弓、真ゆみつき弓,月弓っていう言葉を。踏まえて、あずさ弓、引けど引かねど。って言うふうに答えたのは、まあ、女がその下の句で。 昔より「心は君によりにしものを」ってあなたに寄り添っていましたのにという、まあ、これは「万葉集」以来の実は典型的なこの歌の独自の言葉ではなくてあの典型的なまあ言い回しなんですけれども昔から私はあなたをお慕いしてましたのにと言っているその内容とこの「あずさゆみ」というところを相手の言葉をなぞって答えているあたりがまあちょうどこう表現と内容が合致している変化になっています。 しかし、まあ、あの女は新しい男を迎えようとしていたわけですからこの言葉はやや宙に浮くようでもありまたそうであれこういう歌を読むんだったらさっさと戸を開けてればよかったのにという気もするのでどこか何かぎくしゃくと矛盾しているんですね。ででもあの私は物語を読んでいいいてて矛盾ししるかからおかしいとはあまり思わない えー、私たちの心はしばしば矛盾的で先ほど思ったことと今言っていることが,あのこう裏,があ裏返っていたりですねそういうことはしばしばある特にこういう、えー、まあねある男女関係にあるような、えー、2人の場合にはそういうことがまあまあ起こりやすいものだということも多分皆さんも経験的にご存知なのではないかというふうに思うわけです。 といいけれど男帰りにけり、女糸悲としくて尻に立ちてお言うけどえいおいいつかで、清水のあるところにふしにけり、そこなりける岩にお呼びのちしてかきつけける。 愛ををる人をとどめかね、「我が身は今ぞ消え果てぬめる」とか来てそこにいたずらになりにけり、というので、まあ、悲劇的ですけれども去っていく男を女は悲しく思って追いかけて多分ある程度の距離を追っかけたんですよねでも追いかけられなく追いつかなくて清水のあるところであ倒れ干したっていうんですから水を求めたというのでそれなりの距離をえ走ったんじゃないかっていう気がするんですね。でそこのののの岩にえー血指の血ででつけたのが最後の歌であると。 えー、互いに思い合わないで相思相愛にはなれなくて離れてしまった人を留めることができなくて私はここでどうやら死んでいくようだと言ってその場で亡くなってしまったという歌になってます。この,ちこの商談はちょっとと、まあ、女が悲劇的なを遂げるっていう形でとてもあの 切ないものがあるんですけれども、まあ、先ほどから再三申し上げているようにこの夫婦の心の内実というのは実はいかようにも説明できる非常に行間の広い物語になっています何かもつれてますよねかなりもつれてそうなんですけど物語を読むだけではそこの説明がほぼないに等しいでそのもつだを書かないのがやっぱり伊勢物語のあるいは奥行きの深さで えー、それぞれの経験やあ何かをこう投影できる、えー、感情移入をし自分なりの伊勢物語の解釈をそれぞれに描き出すことができるような仕立てになっているといえます。言えますちょっと打足ですけどちょっと戻ってですねここの歌の冒頭が全部「あらたまのあずさ弓あずさ弓愛思わ」でとみんな「あ」になっているというところが、えー、この商談のミソでしかもこの2週目の「あずさ弓ま月弓」と「きゆみと えー、3首目のあずさゆみが対応してて他の歌はちょっとこう表現が離れてるんですよね。まあ、1首目と2首目はやや見年、えー、年を経てっていうようなところで1首目と2首目そして2首目と3首目は対応してるけれども4首目はこう孤独に死んでいく女らしい あというところだけ踏まえてるけどちょっとこう風景が変わっていくっていう、まあ、そういう意味では歌の内実と表現はもう切っても切れないものとして物語に据えられているということがわかります。はいいさて、えー、4番目いきますね、はいえー、次第にこうディープな話になっていくわけですけど「かげろう日記」ですねこれはもう実態として、えー、生きた、えー、藤原の、えー、金家の妻であった最初の一人であった道綱の母と呼ばれる人の日記でございます。 家から求婚されて結婚をし道綱を出産しますけれども間もなくまあ多情に悩まされるその最初の夫婦の危機が町の工事の女という新たな通いどころが出現するというところですところがこの,あの道綱母よりも前にですねどうやらまあより有力な妻である時姫という女性との関係はあったと。 でその時姫というのは、まあ、あの皆さんもよくご存知の藤原の道長の母なんですね道高とか道長とかですね、えーまあ、あの藤原北家の当主たちを生んでいく母ですので結局は道あのとこの時姫が、まあ、制裁になることは確実です。ただこの「えー、かけろう日記」の冒頭の時点まだ若い頃にですね時姫が制裁として確定してたかどうかということに関してはちょっと諸説があってまだ決定していないと。 いいいうのが現状でございますはい、場面変わりましてここはちょっとバトルが広げられていますけれども大方の世の打ち合わぬことはなければただ,人のただ人の心の思わずなるを我のみならず年頃のところにも耐えにたんなりと聞きて文など通うことはありければ文など、えー、ごめんなさいさつきの、えー、三日四日のほどに書く言いやるそこにさえかるというなるまこも草いかなる沢に根をとどむらん。 まあ、小麦草カルトは淀の沢なれや根をとどむさ沢はそことかというような、えー、内容になっています。まあ,あの結婚生活の全般的には別に気に入らないことはないと何か不,不満なことはないというんですけれどもただあ夫の気持ちがこう自分の思い通りではないと自分のことだけを愛してくれるわけではないということがどうもあの未知なの母の悩みの種である。で年頃のところにも、えー 絶えにたんなりというのはこれが自分より前から妻である時姫のところにもどうも通っていないようだという噂を聞いて時姫さんとも時々は手紙のやり取りなどもすることがあったので単語の節句の直前にこういう歌をこりましたという場面ですね。でこの歌を解釈しますと「あなたのところも訪問しなくなった」「狩る」っていうのは「枯、まあ、れる」「離れる」っていう字を書いて「狩る」っていう字を書いて。 草を刈るっていうのと離れるっていうのの掛け言葉になってるんですけどねあなたのところにも、えー、通わなくなったというマコモグサである、まあ、夫、まあ、植物にこう人物を例えたりして歌を読むわけでここでは夫を例えているわけですけど一体そのマコモグサの夫はどんな沢に根っこを生やしているんでしょうね。 この「ね」っていうのはなかなかあの植物の根っことあの男女が「寝る」っていう「ぬ」っていう動詞ですけど「ね」っていう音になるわけですね活用するとね。なんかそういう掛け言葉になってて「ややどこであの旦那寝てんでしょうね」っていう下世話な歌になってますけれども。 でそれに対する変化ですね「まこも草かるとは淀の沢なれや根尾とどむ町沢はそことか」とこれはなかなかねどう理解したらいいのか私はあまり一義的じゃないような気がするんですね。えー、離れているっていうのはつまり私のところのことですかと「淀の沢」っていうのを自分のこと時姫は自分のことだというふうに言っているのかあるいは「どこですか?」って言ってるのかこの辺もはっきりしないんですね。 で「そことか」って言ってるから「そこっていうのはあなた」っていう意味だと思いますだから「根をとどむ調査はあなたのところですか」「根っこをとどめてる」ってだんだんお宅に行ってるんじゃないのってこれ、まあ、ぶっちゃけて訳すとうちには来てないみたいだけれどお宅に行ってんじゃないのっていう話ですよね。お宅なののあるいは違うのっていうようなねこれはあのー、やっぱりこう多分若干列位にあった。 この道綱母がより有力な本来のもともとからの妻である時姫に、まあ、挑発的な歌を送ったのを傍戦しているあるいはこう切り返しているそういうシーンですよね。でもあなたのところにいるのっていうふうに聞かれたんだとしたらこれはあの悪くはないっていうかあの切り返されたようでいてあなたも一発の寵愛を奪い合ってるんでしょ ってて言われてるわれるけだからそれななりに私あの捨ててたたもんんじゃないわっっの母は思ったと思とうんですねこの辺りの読み方の呼吸っていうのはもう言葉の表層だけではなくてそれぞれの歌の解釈をどこまで深めていくかっていう、まあ、ある種かなりこう解釈の余地の深まりがあるものであって、えー、表面上はただあの、ね、5月のきれいな風景を読んでるだけのように見えますけれども。 読み込もうとするとだんだんドロドロしてくるっていうそういう仕組みになっています。はい。はい。では最後源氏物語ですね。えっとここがまあ最初にご紹介しました光源氏の、うん、若い頃の物語の中で一番こう女性同士が争ういわゆる三角関係が表面化する物語です。まあ持つれの物語として最も連想されるのはここではないかなと思いますけれども、光源氏の愛人の一人である六条の宮司ところは まあ光源氏のの愛が薄いといとうかまあこの人だいぶ年上なんですよねだからまあそういう年齢への羽ばかりとかそれからまあかつて東宮の妃であったというような格の高い身分でありながら十分に処遇されないことのえ辛さとかまあそんなことを考えて娘が伊勢に下るというので伊勢の再宮になるというので一緒に伊勢に下ろうかなと思っているところです。 でそこで、えー、光源氏の正妻である葵の上こちらはまあ,あの長い結婚生活のまあ10年ぐらいを過ぎてようやく妊娠をしたということで、えーまあ、気晴らしに葵祭りに出かけましょうと家の者に誘われて出かけたとそこでまあちょっと出かけたのが遅くて牛、えー、車を止めるところがないので小競り合いになるという話がいわゆる車争いと言われるシーンです。 でまあ、このあと6条の見やすところはですねそこであの非常に屈辱的な思いをさせられたために生きるになって葵の上に取りついて葵の上をまあ出産後に死に至らしめてしまうとその後まあ光源氏が葵の上の死を悼んでもうに服しているところにまた歌を送るというところまで読んでいいいきたいと思いますあの2つだけ場面を切り取って読んでいきたいと思います。 さて、えー、これがその車争いの場面です。よき女房車多くて像像の人なき暇を思い定めて皆差しのけさする中に安次郎の少し慣れたるが下,さ下すだれの様などよしばめるに糸を引き入れてほのかなる袖口ものすそなどものの色糸清らにてことさらにやつれたる険しいルク見ゆる車2つありこれはさらにさように差しのけなどすべき御車にもあらず。 と口ごわくて手触れさせつ、伊水方にも若き者ども遠すぎ立ち騒ぎたるほどのことはえしたたまえあえず、大人大人式お前の人々はかくななど言えどえとどめええずというふうになっています。でまあここにはですね、あの後からやってきた葵の上が。 の一行がやや乱暴にその周囲のえちょっと弱そうなですねえ身分の低そうなというか軽々しそうなえ車をどかしているというやや防衛弱無人な風景が描かれているわけですけれどもその中でアンジュロ車というのはまああの上流貴族が乗る車としてはかなりこうえ粗末なものでえしてえまあ使い慣れた感じのもので。 え本人はかなりこう糸を引き入れてって書いてありますから引っ込んでいるわけですけれどもえまあ装束の袖口だとかモノ裾などを抱き縫っていてちょってちょっとだけこう見せるんですねあのミスノから透けて見えるとか車に少しこうはみ出すようにわざと見せるっていうようなところが まあそういうその透けて見える装束の橋橋を見るとどうやらこれはあの格別の身分の高い人がわざと身分をやつして出かけているのに違いないと見えるそういう車があるんだとでこれはそんな簡単にどけさせていいような車じゃないんだと言って手を触れさせないとするわけですけれども若い者たちがこう酔っ払ってえこうやって やっっちゃったというので結局六畳の宮安どころの車を壊しちゃうんですね半ばね壊しちゃうでこううまくう、まあ、全部壊しちゃったらどあの動かなくなっちゃいますけど半回ぐらいの壊し方をするわけですねでまあそんなことはしちゃいけないというふうに大人はとどめるんだけれどもとどめることができないでこれはまさにその,あの最小間の非常にあの荒々しい闘争、えー、のシーンなんですね。 えー、ところが実はこの物語の中でこういうことがつまり女気味同士の出来事としてではなくあくまで酔っ払った祭りの日に酔っ払った下人たちの、えー、乱暴な仕業として書かれているっていうことが大事なんだと思うつまり高貴な人たちはこういうところに直に立ち入ってはいけない手を下してはいけないだけど多分こういうことが起こってるからにはその背後に日頃の教育とか何かがあって、えー、その主人の何かがここににじみ出ているんでしょうね。 だけれども決して青井上自身がこううしたというふうには書かれていない。それが平安帳の物語のもつれの表し方なんだというふうに思うんです。もつれがなかったわけじゃなくて、もつれを書かない、少なくとも上流貴族の姿としては、書いてはいけない姿、それが彼らにとっての美意識だというふうに私には思います。さて、そういう、うこれはもう、疫病事件を通過した後、青葵の上が亡くなって、 疫霊事件というのは光源氏がですね、葵の上に憑依した六条の宮こ所が、葵の上の口から宮淀所の声でしゃべり出すという非常にまがまがしい風景に直面したという、まあ、そういうことを通過した後葵の上が亡くなったことを受けて弔問の手紙をよこした六条の宮こ所の手紙、それがこれでございます。聞こえぬほどはおごし知る乱や、人のよう哀れと聞くもつゆ劇に送る,る袖を思いこそやれ。 ただいまの空におもいやたまやまりてなんとあり、つなよりもゆうにもかいたまえるかなとさすがにおきがとをみたもうものからつれなのおんとぶらいやと心うし、さりとてかきたえおとのおきこえざらんもいとおしく、ひとのおんなのくちぬべきことをおぼしみだる。すぎにしひとはとてもかくてもさるべきにこそはものしたまいけめ、なににさることをさださだとけざやかにみききけんと、くやしきがわがおん心ながらなおえおぼしなおすまじきなんめりかし。 この辺りになってきますとねあの解釈もちょっと難しいですし、まあ、これが「源氏物語」の文章だっていう感じでこういう文章で書かれているからこの物語読む価値があってあらすじを説明すると本当にどうしようもない話なんですよね。うーんでしかし見やすどころのこの手紙ですね「私があなたにお手紙差し上げられなかった事情はご推察くださっていますか分かってますよね」 あなたの奥様がお亡くなりになったと哀れ、ね、しみじみ感慨深いそのお気の毒な話を聞くにつけても「露景気」というのは私はあの涙してしまいますあ後あとに残されたあなたの、えー、梅雨に濡れた袖涙に暮れているあなたのことを、えー、今あの思い、えー、思っていますというような手紙を送ってくるわけですね。 でまあ、今日の空の風景にまあ心をとどめられなくて、えー、どうしてもお手紙したくてお手紙してきましたというふうに書いているんだけど源氏はそれを見てさすがにお気が遠みたもうものからとそうは言ってもやはりってねいろんなこじれがあったにしてもやっぱりこう、えー、捨ててはおけない相手だけれどでも連れなの恩とらいやって思うわけですね。随分素っ気ない言いっななりじゃないか 自分のせいでうちの妻は亡くなっているんだと。あなたのせいなんだと。それにしては随分そっけないご長問じゃないかというふうに、まあ、不愉快に思っている。さりとて、そうは言っても、えー、書きたい音の聞こえざらんも愛おしく。だからといってこのまますっかり絶縁してしまうのも気の毒だと。人の女の口ぬべきこと、相手の評判が、えー、だめになってしまうだろう。それは気の毒だ。 と思って悩むわけですここに何か彼らのですねこれはやっぱり内向化したもつれだと思うんですね、えー、三角関係でドンパチやるようなあ分かりやすいもつれではなくてそれをこう心の中に閉じ込めながらいろいろ相手のためにどうすべきか自分の感情と相手の感情を相互に思案しながらいかに振る舞うのがよかよ,よかろうかと こう忖度を重ねているその姿これがこの人たちのもつれの実態であろうと私には思います杉西人死んでしまった人のことはとにもかくにもそれはもう仕方がないけどどうして私はあんなことをはっきり見たんだってこれ物のけを見たということですねやはり忘れられないというふうに源氏は感じております最後 西宮の御清まわりもわずらわしくやなど久しいう思いわずらいたまえどわざとある御返りなくはや酒やくやとて紫のにばめる髪にこよのうほどへいはべりにけるを思いたまえおこたらずながらつつましきほどはさらばおぼししるらんとてなんとまるみもきえしも同じつゆのように心おくらんほどぞはかなきかつはおぼしけちてよかしごらんぜずもやとてこれにもと聞こえたまえりとあります これは娘の待遇の決裁のために、まあ、見警護の人もいるだろうから遠慮しなきゃと思うんだけれどもだいぶ悩んだ逆にやっぱりは返事をすするんですねお返事をしないのは情けなしだとそういうのはやはり貴族の、えー、ねやび、えー、な、えー、風流を知るものの心を知るう大人のするべきことではないというのでかなり無理をして返事を書くわけです。 で長い間あなたにお手紙をしなかったそのことを申し訳ないと思うんだけれども多分あなたはそのことは知っていますよねさらばおぼし知るらんとてなん、ね、知ってるだろうその理由は知っているだろうというふうに言っていますとどまっている私たちの身も亡くなってしまった人も同じはかない露の世の,、えー、人,の,の人の人生ははかないものなのにそこで えー、執着を抱くというのは何とも、えー、取り留めもないことだと虚なしいことだと一方ではそういう,うあなたの執着心は捨ててくださいよというふうに言ってるのでもうかなりこれは目安、えー、どころにはああ見られたんだ知ってるんだやっぱり私はもののけになってたんだということを、えー、確かめるような返事になっています。ね、でもご覧でもやとてこれにも あなたはあなたに私が手紙を送ってもあなたにはご覧いただけないかもしれないと思って源氏はね知ってるんですよ宮こ所が自分の手紙をどれだけ待ってるかということをねだけれどもそれをあくまでもあなたはご覧にならないかもしれないかと思いますのでという言い回しでお返事をする、まあ、それがこの人たちの、えー、心のかわし方というか言葉のかわし方なんだろうと思います。 こんな風に見てまいりますと、あの、もつれの話にうまくなっているのかどうかわかりませんけれども、少なくともこの人たちがもつれを表面化させることをとても嫌がっている、良しとしない社会、それが少なくとも貴族たち、平安町の貴族たちの社会で、だからといってもつれがないわけではなく、それはより内向化して、個々の内面の奥底に沈んでいく。それを先ほどの伊勢物語の24段のような、 まあ、こう事実だけを並べていくようなものですと、えー、一体どうした脈絡でそういう行動を取ったかその歌を詠んだかということが十分に説明されていない、えー、それがけこの「源氏物語」のこのような場面ですと光源氏の内面がこう「えー、春巡のプロセス」がですね事細かに書かれているこれは多分文学的な発展なんだろう。 といいう,うに思いますしかし発展していれば優れた文学だということにも必ずしもならなくて行間の広い伊勢物語も、えー、その心情描写が細やかで実に誠に、えー、優れてみやびな文体になっている源氏物語もいずれも優れた文学だというふうに私は感じます。えー、私の話はこのくらいしかあのもつれの話ができなくてちょっとご期待に添えなくてあの申し訳なかったんですけれどもこれで終わりにさせていただきます。